い、布施屋敷を止めてです。今日は2022年4月30日に山形市で行われる成人式へ向けて、まだ振袖を決めていない人に向けて、1ヶ月先の成人式に向けて緊急に振袖展を開催しますというお知らせです。新型コロナウイルスというものが蔓延して2回目の成人式を山形市で迎えようとしています。コロナ前は1月開催だったんですが、コロナ後はですね、春開催というふうになりました。山形市は2022年4月30日に、山形市のビッグイングという会場で、一学年を2つに分けて開催が決定になりました。つい先日、その成人式にお出になる予定の方がうちの店にメールられて、まだ振袖レンタル間に合いますかということでご来店いただきました。ちょうど振り袖のレンタルの商品がまだ多数あったので、そちらからご覧いただいてお決めいただきました。そのお客さんにいろいろ詳細を聞いてみましたところ、大きく2つの要素で振り袖を決めてなかった。1つ目の要素としては、そもそもだけど山形市の成人式が昨年は県内の人だけで開催とかという、非常にこう揺れに揺れたね開催方法になっちゃったんで、そもそもであるかどうか不安だったから決めてなかったというのが1つの理由で、もう1つがなかなか県外から山形に帰ってこれなかったという大きな2つの理由で、なかなか振り袖が決められなかったということだったようです。おかげさまでですね、商品がまだうちにはたくさんあるので、お振り袖をご覧いただいてお決めいただきました。で、その方の話としては、まだまだ決めてない人がいるよと、誰々ちゃんもまだらし、誰々ちゃんもまだらしと、でまだ振り袖着るかどうかも決めてない、やのような話をされていたので、これはまだ、皆さんのお力になれるんじゃないかなと思いまして、2022年4月30日に山形市の成人式にお出になる方へ、特別に振袖フェアを開催いたします。4月の30日が開催なので、4月の24日まで、ちょうど今からおよそ1ヶ月くらいですかね、成人式の1週間前まで、振袖フェアということで開催いたします。皆さんの学年に向けてまだなんとか間に合いますので、新しく着物を縫ってあつらえようという方におかれましてはですね、4月の1週目ぐらいじゃないと無理ですけど、レンタルの方ですとまだ1週間前までで大丈夫ですので、ぜひ布施屋敷を止めてにお越しください。で、振り袖をお決めいただきますと、商品一式のお手伝いはもちろん、成人式当日のヘアとメイクと着付けもお手伝いさせていただきます。オールインワンで式典に出れるようにうちの方でお手伝いさせていただきますので、ご安心ください。また写真を撮りたいという方におかれましては、大きく2つの方法があります。当日、写真を撮っていただける、提携先の写真屋さんを紹介する方法が1つ、もう1つが別日になりますが、うちで特別の写真撮影会を用意しておりまして、そちらに、ご出席いただいて、スタジオの写真だけじゃない、お茶室とか日本庭園で写真を撮れるという写真撮影会をご用意しております。いずれにせよですね、まだ成人式の振り袖、1ヶ月先の成人式に向けて、振り袖を決めていない方におかれましては、非常に分かりやすいタイミングで、分かりやすいフェアのタイミングかなと思いますので、ぜひ、皆さんの思い出作りをですね、お手伝いさせてください。東方は山形市の布施屋敷京染で若葉町4-6という事情になります。布施屋敷で今日検索していただくと住所も出ますし、概要欄にもうちの住所を貼っておきますので、ぜひそちらの電話番号からですね、来場予約いただくか、ホームページから来場予約してですね、動画見たんですけどということでご来店ください。もちろんですね、1ヶ月先の方のために特別な商品も出します。レンタル一式フルセットで5万円からというですね、特別セットも作ってお出しいたします。もちろんその5万円だけの商品じゃなくて、金額は様々、10万円、15万円、20万円と様々ありますけれども、まずは1ヶ月後の成人式にまだ間に合いますということで、緊急的に振袖フェアを開催してみたいと思いますので、振袖を決めてない親御さん、お嬢さん、また、成人式を迎えるんだけど、あの人どうなってるかなという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひこの動画を教えていただければと思います。はい、着物を通して思い出作りを手伝いということで活動している布施屋敷京染店、着物記念日です。ぜひですね、2022年4月30日の振袖展に、素敵なお召し物で素敵な思い出作りをできるご縁がいただけますよう、この動画をお送りしたいと思います。ありがとうございます。